エラムの一元エラム期とは、スーサがイラン高原の文化から影響を受け始めた、紀元前3200年から紀元前2700年までの時代である。考古学の用語では、これはベネッシュ気候期に相当する。この文明はイラン最古であると認識されており、およそ紀元前3500年に始まった世界最古のシュメール文明と隣接し、ほとんど同時期に始まった。 ゲンエラム文字は、エラム語設計文字の採用以前に古代エラム語を表記するため一時的に使われた、青銅器時代前期の文字体系である。テッペシアルクはイランに残るゲンエラムの遺跡の一つ。遺跡の年代は早ければ、紀元前6000年期にまで遡る。テッペシアルクは重要なゲンエラムの遺跡であり、唯一現存するゲンエラムのジックラとかまだ見られる。スーザで発見された。 未解読のゲンエラム文字で書かれた文章はこの時代のものであると年代測定された。多くの文化的な類似点とゲンエラム期からそれ以後のエラム時代までの間に大規模な移住が起きていなかったと思われることからゲンエラム人は実際にはエラム人であると考えられている。しかしそれらの文字は未解読であるためこの理論も不確実なままである。ジョン・オールデンなど 幾人かの人類学者は、ゲンエラムの影響は、紀元前4000年期に急速に成長し、数世紀後のペルシア湾での海上貿易の確立と、共に、同じくらい、急速に減少していったという説を主張し続けている。紀元前5000年のり後半まで年代を遡る、ゲンエラムの土器が、シアルクで発見されている。シアルクではイランで、最初の書き言葉であるゲンエラム文字がこの年代の、 タブレット上に発見されている。最初の円筒印象もゲンエラム機に発見されたものである。スーサで出土したウルク機の年度最初のイラン固有の文字体系はゲンエラム文字と呼ばれており、長く固有の文字体系であるエラム文字の前身であると考えられていた。ゲンエラム文字はエラム線文字と同様大部分が未解読である。現時点では二つの文字体系の間に関係があると、 仮定することは意味のない憶測である。少数のゲンエラム記号は明らかに少し古い、メソポタミアの原設計文字のタブレットからの借用であるか、もしくはおそらく共通の起源を持っている。原設計文字は視覚的な階層で書かれるが、ゲンエラム文字は校内スタイルで書かれる。物体の後に続く数値記号はその数を表し、いくつかの非数字記号はその記号が表現する物体を、 かたどったものであるが、大多数は抽象的である。ゲンエラム文字は、紀元前3000年頃一時的に使われた。一方、エラム線文字は、同様に、紀元前3000年期の最後の四半千年期に、一時的に使われていた時期があったことが証明された。ゲンエラム文字が使われていた地理的な範囲は、非常に広く、西のスーサから東のテペヤハヤーまで、 そしておそらくそれ以上に伸びていた。ゲンエラム文字は、インダス文字に非常によく似ているとされてきた。知られている名文のコーパスは大部分が、数差から出土したおよそ1600のタブレットからなる。ゲンエラム文字のタブレットは、以下の遺跡で発見されてきた、ゲンエラムであると確認された文字が刻まれている。物品は、ゴシア、チョガミシュもしくはヒッサールからは見つかっていない。 ゴシアとチョガミシカラのタブレットは、ウルク4スタイルであるか数値のタブレットである。一方、ヒッサールの物品は現時点では分類不可能である。厳密に言えば、多くのシアルクのタブレットもゲンエラムではないが、メソポタミアとイランの間で密接な接触を持つ機関に所属し、おそらくウルク V4 に相当する。ゲンエラム文字は未解読のままであるが、多くの文章の内容は判明している。 これが可能なのは特定の記号、特に数値記号の大部分が隣接するメソポタミアの文字体系である、原設計文字から直接借用しているためである。加えて、いくつもの原エラム文字の記号は、それが表現する事物の実際の形をかたどっている。しかしながら、大部分の原エラム文字の記号は抽象的で、その意味は注意深いグラフタクティコルな解析によってしか解読できない。 エラム語はゲンエラム名文が表記している言語のありそうな候補として提案されているが、これに対する積極的証拠はない。最初期のゲンエラム名文は純粋な表意文字で、いかなる言語情報も含んでおらず、フレイバーグによる1978から1979年の古代近等の計測学の研究以降は、解読の試みは言語学的手法から離れた。 エンシェントイラニアンアートアーキオロジー。2007年8月27日閲覧。デビッド・マッカルパン、リングイスティック・プリーヒストリー、ザ・ドレイビディアン・シチュエーション、イン・マド・ハーブ・エム、デシュポン・デット・ド、ピーター・エドウィン・フック、アリアン・ノン、アリアン・イン・インディア、P175 から189。ありがとうございます。